あそこまでカヤックで行くのちょっと遠いかな。おお、結構危ないな。遠いな。深海で。うん。豊臣秀吉の家臣の小町が、うん、とにかくここの石垣がものすごく昔の状態のままで残ってるから、うん、めちゃめちゃ貴重な、うん、野面積みで、うん、あ、遅れで今日11時ぐらいか、1時間、うん、あれユートピアコース真夏は暑いけんな。もう尾根登る間にもう行っとったわ、うん、その最初の直頭のところで。そうやな、あそこはもうめちゃめちゃ暑い。乗船出たら、うん、まあ、行けるんだろうか。まだこれあと枝分かれがあるんや、うん、まっすぐ行ったらキャンプ場の向こう側行っちまうんや、うん、どうする。キャンプ場手前にいるのはダメやろ。そうやな、左側へ。どうしよう、左に行かんの、うん、これもうすぐ時期あると思う、うん、多分向こうね。ここも広いよな。なんか櫓があったんかな。なあ、この辺あたりが二の丸かなんかかな。なっとんじゃん。10時22分スタートです。ライトマップはあるよ。そうなんや、これがありがたいってみんな書いとった。うん、どうやって開けるんやこれ。あ、こうか、持って帰る。うん、杖あるよ。あるけど、いらん、いらん。いいコマンと。そうやな、うん、ここは高松城丸亀城も築いて、ここやって、うん、一国一城のお触れが出てから廃城になったやの、うん、でもそれまでに、うん、なんかもっとなんか三好系の人が入ってたんちゃうかな、ここって。秀吉の家臣の生駒っちが、うん、とにかくここの石垣がものすごく昔の状態のままで残ってるからめちゃめちゃ貴重な、うんうん、野面積みで何も触ってない状態で、うん、これ後で持って帰ろうか。そうな、いるかな。地図マップ持ってないかな。あ、そうな、そこマップ持っとる、うん、なんだよ。だいたいわかる、くるっと回れるはずやから、うんうん。で、最後にガイドマップも持って帰ればいいやん。すごいな。うん。グーグって言った？11時って言った。そうなん。あ、まだ55分。また気圧計になっとった。そうやろ。10時55分スタート。カレーでいいな、涼しいわ。そうやな。パン、ご飯ちゃんと入れた？入れたよ。そのザックなんか形が結構カチッとしてて、うん、型崩れあんまりせんっていうか、うん、それとも中に
と火も入っとるし、カッパと、それからあのダウンはさすがに車の中に置いてきた。クモの巣があるから気をつけないかんで。あ、ほんまや。クモの巣。人が登ってるから多分うまいこと。うん。ダメだ、もう久しぶりやけどもうなんかやべえ、うん、もうすでに息がまあダメやな、やっぱりだいぶブランクは空いたけんな、うん、だってあの天空の鳥居から登ってないやろ。天空、そうや、あの日に俺はやる気がなくなったんやこっちはカテープあるけどな、あれちゃうやろ何の赤テープかわからんけどな。なあ、どう見てもこっちやろ。道はでも後からつけたらしいわ。ああ、あ、そうなん？なんか新しい道もある。うん。遊歩道として作ってるらしい、後から。ああ。でも石垣はそのまんまになって。うん。回収処理とかもあるよ。へえ。けたこう、あ、なんか岡山の山とよく似とるわ、うん、花崗岩みたいな感じと。キャンプ場がある。あれ、あっこは、ここはな、いや違う、違うな、なんとかベースっていうとこ。キャンプ場、うん、これもキャンプ場。なんかでもあれ同じテントやけん、なんかもしかしてあれ分からん、貸してくれるやつ。偶然、あれ同じグループよな、でも。そうやな。向き合っとるけん。うん。メッシュ立てるね、あれ。はあ。撤収しようかな。撤収かもな。うん。あんな一人でできるって。うん。ええやん、手伝ってくれる奥さんや。うちはもう何もせんだよ。そうなん。知らんかもしれん。それは知らんけど、ノーコメントで。手伝ったら怒られるけん。ああ、うん、それ賢いかも。動きが遠いけん。いや、そんな早く残らんとって死んだよ。ああ。今暑いのに。やっぱり夏は暑いな。暑いな。暑が夏いぜ。投稿線の感じからして最初だけなんや。うん。あとはそうでもないね。そうなん。ああ。最初だけ。まあ稜線出てしもったら。うん。山の格好で今度もいいぐらいな、本当は。いや、汗かくきん、やっぱり。 それは言えてる。ええ感じで蜘蛛の巣がのけてくれて、ええわ。うん、結構何箇所もあったら、今蜘蛛の巣があったな、うん、全部穴が開いてる。うん、あの竹の杖持ってくればいいね。そうや、あれで蜘蛛の巣予見すれば。わ、まだある。こんな道じゃないんかな。道やな。何のために作ったんだ。あの辺全部クルワじゃない。ずっと平らで鳴らされてるやんか。ガスさんの、ガスさん戸田城のクルワが何本いたか、何百って言ってた。500かなんか言ったやろ。おかしいよ。なあ、びっくりしたわ。ほんでそれ、あの城としてその攻められた時だけじゃなくて、普段から家みたいになって住んでたみたいやん。 そうやな、うん、それすごいわ。地元の人の信頼もあったし、うん、よかった城だったのかな。なあ、鈴木さんの方になるか。お、これは平安時代の釘じゃねえかちゃうんか。コンクリート釘やあっちそうかな、やっぱりちょっときついな、これ。うん、やっぱり夏は海やで。海やって今日、これこんなって俺にサップ行きたかった。 あの赤いとこが亀菱屋ちゃうんかな。飲食店違うんかな。あの、醤油屋さん。いいね、気持ちがいいね。
久しぶりに汗かけるよ、でも。うん。いや、もうなんか頂上チックやな、これ。そうやな、もう稜線出てしもた感じ。この背中でスタビライザーみたいなやつになる。うん。粉気じじいや。そこなんかあのちょっと油ちょっとだけ刺してみる。ああ。ほんのちょっとだけ。背骨がこんな落としちゃったら大変やけど。もう十分になっちゃう。うん。稜線です。こんなにどうやったら1時間半もかかるんやろ。うん。1時間半ぐらいで帰ってきたけどな。うん。ぐるっと回って。ぐるっと回るのが大変なんちゃう、うん、だからともちゃんも1時間ぐらいって言ってたんですよ、うん、1時間半って言ったらなんかうんって言ってたんですよ、うん、1時間ぐらい、でも私調べたら1時間半って言ってたんですよ、すぐそこやって何にもでも意向が出てこんな、まだなあ、こんな影がないのか、もしかしたらきついかもしれないな、うん、ベンチはよくあるんやけど、なんか石垣の跡とかそんなんが、うん、ドルイっぽいけど、でも尾根筋を立ってなかったら登ってこられるよな、あそこに掘り切りを作っておくべきやった、味方も通れんかったら困るやん、うん、暑い、いや暑いぜ、あ、出てきたな、ついに石垣が、うん、石垣が見えてきました、野面積み、本丸の石垣、ここだ、え、そうなん、ああほんまや、ほんまの跡になっとるわ、天守台は70メートル、ああほんまや、看板ついとる、うん、上がってみようか、うん、あ、こっち書いとん、書いとる、なんてこったあ、でも違う、セリフが違う、うん、セリフ違う、あっち、ほんまる、はい、室町時代にもコンクリートあったんや、じっとしてるのつらい、うん、歩こう、天守台言ったらどこやろ、一度にぐるっと反時計回りに回っていこう、うん、ぐるっと回れるはずだ、右からスタートして北にの丸は最後 あのハイライトだけ、そうやな、取ってきます、ここは行ったことでこんな、うん、調子もいいし、ええな、なあ、分かりやすい、あら、本丸はと言っちゃった、天守台はどこ行ったんやろ、まだかな、五輪とか美味しい、
こんなにピンクテープ巻かんでも。城山、標高82メートル。ああ、ほんまや。これきついな、もう暑さが。うん。風もないしね。風欲しいな。昨日あんだけ風吹いとったな。天守台はどこ行ったん？天守台も見たわ。え？70メートルって書いとったけど、そこから出てないんやけど。さっきのコンクリートがそうやったん。感じなとこで標識やらずだ。なあ、ここが天守台って書いてなかったけん。うん、ここは何だろうな。ここもあれかな、矢倉かなんかあったんやろな。急に標識なくなるけど、うん、ここかもよ。天守跡？うん、天守台跡。ああ、そうなんや。もう通り過ぎとるかもしれん。うん。うん？あじ、もうちょっと日陰おらんと決める。化粧池って書いとるよな。うん、あ、下か。ああ、影涼しい。うちはちょっと風が出る。うん。え海まで降りてったら泣くで。壮大やけどな。高くなるはずだけど。うん。これ帰りは上り返さなあかんの？いや、ぐるっと回れるはず。回れるん。うん、二の丸のヤグラートにもあったよな、向こう側。ぐるっと回れるはず。うん。ただ、標高差はわからん。うん。ほんまに下まで降りてしまうかもしれない。うわ、雲。こっち人通ってないのかな。あ、ここは行けるんか。あれ、こっち道があるやん。通りで行く。これはどこ行くん？元の道戻る。え、こんな道あったっけ？知らない。あ、ここ、モンスがある。行ってみればいいよ。え、さっきんとこ。そうやろ、あの下から道が出て、あー、あったんや。うん、多分あっこだと思うよ、さっきの探してたやつ。天守台。あ、道が形がおかしいなと思ったの。うん、今のとこが天守台やから。あ、書けよっていうの。なあ、肝心なとこ書いてないんや。完全話がつながった。うん、地図と来たのこれで。あ、そうなん。うん、さっきちょっと鋭角に曲がったけど、あれがおかしいなと思うよ、大変。うん、結局、石垣の下に道があったの。ああ、これで正しい。うんうん、ね、写真と一致した。もう一つは化粧池っていうのがあるね。ああ、で、石垣湖っていうのがある。うん、池を石で囲んどやな。それは知らんのよ。それ今から見てみよう。うん、いやー、こんなに降りるんですか。いえ、蜘蛛の巣が今、制作中や。うん、邪魔してしもた。せっかくここまで作っとったのにーって怒んりょるわ。出るな。やっぱ標識が出てきたね。これが池だ。あ、これ池？うん、ここは化粧池ですって書いとるの。あ、ほんまや。下見てなかった。これ池やん。あー、これ土みたいなけど水なんやろな。うん、へえ。バッチリな、こんなとこの水を飲んどったやろか。うん、昔はもっときれいにしとったんちゃう。
からまだ今からトラバって、うん、トラバースして灯台、灯台どこや、右の橋、灯台の後にまだ登り返しやな、お前な、まあ言ってもちょっと暑くなければ全然なんともない、うん、暑すぎる、なんか迷いそうやんな、うん、こっち、こっちにも道あるし、こっちはあまり人来てないんかな。そんなことない思うけどな。なんかないかな、こっちは。遠いからやっぱり来る人が少ないんかな。本丸まで見ればええわって。いや、あの石垣見に行くと思うよ、みんな。うん。北二の丸の。ああ。北二のやつ、ここ一番いい。うん。ちょっと見逃しそうな場所にあるらしいわ。へえ。それはまた雲の巣や、もう灯台やろか、あ、灯台まだ 100m や、うん、灯台が見えてきました。で、ここには灯台って書いてないんや。そうね、順番にいつも書いてないやろな。なあ、行き先しか書いてないという、引けた花灯台では、海側に回ってみましょう。うわ、おあ、あそこまでカヤックで行くのちょっと遠いかな。おお、結構危ないな。遠いな。新カヤックで行けばまあいいかもしれない。陸艇で行くのはちょっと怖いかもしれない。うん。鳴門から淡路島も見えてます。シャワー欲しい。うん、また GoPro がシャットダウンするかもしれん。水につけて冷やしたいわ。あっち、ちょっとやべえ、やばいぞ。ちょっと休憩する？夏の低山も水着で登ったらええんちゃう？持っとるけど、もう出すのめんどくさいけ。涼しいわ、めっちゃ。やばい。左に行かんの、うん、これもうすぐ時期あると思うね。うん、多分その尾根が出てくるみたいな、多分もうすぐ来ると思う。まだ12時来てないからな。うん、12時までやって帰ってくるんだ。うん、で、あ、ほんまや、おお、大きなやつや、ヒヒヒ、すげえ、色が全然、うん、隠れた、いや、色はあんま色が変わるもんね、なあ。緑のやつと茶色のやつがおるんじゃなかったっけ？色が変わるんだね。なんか、いや、変わるんかと思いよったら、なんかそういう風な話も聞いたから。